えー、寂しいといえばねあのーうんまあ、この番組とは直接関係ないんだけど、あのー、実は僕が何でラジオをやったの、ね、あのー、最初にこんな話ちょっとつき合ってくださいね皆さんね、あのー、なんで僕がラジオをやりたかったかっていうと、えー、実を言うと僕のラジオの原点みたいなのがあってでそれは何かっていうともう、あのー、小学生ぐらいの時から僕はあのー、ラジオが好きでね でででラジオばっか聞いてたわけですでなんでラジオばっか聴いてたかっていうとあの家に1台しかテレビがなかったんですね、ええええうん、当時はみんなそうなんで、ね、今はもうテレビなんて別にねテレビなくったって携帯で見れらとかね、ええ、もう家もテレビなんか見ないよ別に YouTube で見るからなんですね。 えー、もうテレビ見ないで YouTube の方がは見たりとかね、えー、それネット放送とかいろいろありますけども、えー、当時はだいたいね、あのー、そういう通信的なものというのはあテレビというのは、えー、大体一家に1台しかなかったそうするとうちの親父があの鹿児島出身なもんですから、えー、非常に、あのー、こうだん男性上位というかですね、えー、父親が一番偉いのだというかですね、えー、ともかくこのテレビを買ったのは俺だとばかりにですね、えー、ともかくチャンネルを独占しちゃう。 でそうすると、えー、子供は好きなテレビが見れないもんですから、えー、当時の子供はみんなラジオを聴いてたんですね。で、えー、その時に、えー、やっぱりこういろんなラジオを聴くわけですけどもまあその頃はそうですね、まあ、いろんな方いらっしゃいましたけどあんまり名前を上げつらうと年、えー、がバレるんで、えー、やめときますけども。 というような中に、えー、僕はもうやっぱりいつかラジオをやりたいな、ね、こ,この人みたいにやりたいなと思った人がおりまして、えー、その人が小島一景さんという方で,で、えー、実はおとといおとといかな日曜日の晩だったですかね、えー、僕はネットのニュースで、えー、お亡くなりになったっていうニュースを見てショックを受けましてね。 えー、ともかくあの最近はもうテレビとかねもうあんまり出てらっしゃらなかったんでていうかあの最後はなんかもうちょっと闘病生活をされてたらしくてね、えー、全然知らなかったんですけども、まあ、75歳でね亡くなられたっていうような、えー、ニュースを見てからもう僕大ショックを受けましてね、えー、ありとあらゆるネットニュースから何からもう全部見て本当なのかこれは本当なのか ね、フェイクニュースじゃないのかっていうのを、えー、探すんですけどもまあどのスポーツ紙も全部ね、えー、ところが今もうこういうコロナの時でしょでちょうどあの先週ね女優の岡江久美子さんが亡くなったっていう話もあったりなんかしてですから、えー、岡江さんの話はたくさんあるんだけど、えー、小島一景さんでそこまで有名な方じゃなかったですからね、えー、まあなんていうのかな死亡記事っていうのかなあのこう出来上がったようなね死亡記事みたいなのが、えー、各スポーツ紙で出ましたよみたいなのがあって。 でそれをネットで全部確認しましてねあれ本当になくなっちゃったんだって言うんでショックを受けましてね、えー、ともかくあのー、僕のこの喋りも多分一慶さんのね今日はかなり出てるんですよこれがはい、えー、ですからねまあそういうこともあったしであのー、ただ単に憧れだったからっつってここでねこんなに時間取ってお話をしてるわけじゃないんです実を言いますとね あのそんなわけで、まあそういう青春時代、高校から大学まで、あの深夜放送とかね、えー、そういうのもいろんな方がやってましたけど、いろんなパーソナリティ好きでしたよ、もちろんビートたけしさんとかね、いろんな方がやってました、えー、好きだったんですけど、その中でも小島一慶さんもやっていて、で、えー、と,ともかくその毎週聞いてたわけです。 え僕もだからリスナーだったわけですよラジオのねで、えー、その時にこうね深夜に甲高い声でやってるわけですよであこういう放送ねいつかやりたいなと思ってでそのうち僕はの音楽を目指すようになりましてねで、えー、音楽やるようになってでアマチュアでやってたんだけど大学出てやることがなくてプロになって,て <laughs> こうなりゆき状の <laughs> 成りゆきのプロみたいな感じで普通ねこうプロになるっていうのはちょっとこうねスター誕生みたいなね 感じがあっっててスカウト番組みたいなのがあってねでこう各プロダクションがさ、わーってこういるところでオーディションみたいにのやって、さあ、はいこの人は、えー、どこのプロダクションで引き受けてくれますかって、うわーってこう上げてね、万歳なしよとかいろいろあったりなんかすると思うでしょ。あの別にね、そういうプロになるなり方でなくてもね、あのプロってなれるんです。ええ <laughs> ななんとなく成り行きでプロになるっていうですね方法もあるんですよですすよから僕はどっちかっていうとねその裏口入学的な感じでね,ねあの大学もちゃんと入りましたよ表から、えーえー、ですけどもね、えー、裏口入学的な感じでそのミュージ,ュージシャンになりましてでその時から言ってたんですねあのー、プロなん でえー、もしミュージシャンになってすごい売れたらってでいう話をするわけですよやっぱ若手みんな集まるからねで若手でもってお前プロになっ,て、ね、あのプロになったんだから、えー、これで有名になって,ってもうみんな有名になるってももう勝手に思い込んでますからねその時は、えー、俺はこれからね一生懸命頑張って一流になるんだってもう全員言ってましたからまだ希望に燃えてた時ですからねそうするとそのすぐにそういうことを言い出すやつがいるんでもう一流になってさも,うものすごい向かっちゃった何やりたいみたいな、えー、ことを言ってそうすると あの大概のやつはね、やっぱり自分の名前で CD を出したいな、まあ、レコード出したいな、ねえー、っていうのが大体夢だったりするんで、みんなね。で、その中で僕一人だけが、えー、もうともかくミュージシャンになったら、ラジオやりたいんだ、うん、あのもうこうなったら別に一部でなくていい、オールナイト日本の2部でいいなんてね、偉そうなこと言ってましたね、本当に。<laughs> 今、オールナイト日本の2部だって大したもんなんだよ。だけど、夜中の3時から5時までね。 やるようなねであ、ああいうのをやりたいんだって、でそれはもう僕はもう、小島一景さんにすごく憧れていて、で、あのー、小島一景さんみたいにね、ラジオやりたいんだっていうことをずっと言い続けてたわけ。で、えー、若手じゃなくなってからもずっと言い続けてたわけ。で, <laughs> で、ずっと言い続けてて、で、今に至ってるわけなんですけど、で、そんなある日ですね、あのー、赤坂のホテルで、えー、営業の仕事がありましてね。 で、そこに行ったわけで、えー、いつもね、まあ、もう、ね、そのホテルで営業ってのは、要するにパーティー演奏っていうやつで、えー、パーティーでもって人が集まってるところに BGM でもって、えー、ですから誰も聞いちゃいないんです、もうね、ただなんとなく BGM で演奏してるだけですから、だからこっちもそんなに気合が入るような仕事じゃないんです、ライブみたいにね。えー、だって、聞いてないんですから、なんとなく後ろで流れてりゃいいっていうような感じでね。えー、ですからあの、あんまり気合、逆にね、気合入れちゃだめなんですね、ああいうのね。えー、あの気合入れすぎちゃうとね、うるせえなんて言われちゃってね。 だから、うん、適当にこう、ね、気を抜け」なんて言われてね、えー、そうすると適当にやってる。 ですからあの、仕事行くのも気楽なんですね、ライブなんかだとね、やっぱり胃が痛くなったりするもんなんですよ、これからお客さんが来て、お客さんの前で失敗したらどうしようとかね、えー、今日はメンバーと喧嘩したらどうしようとかね、いろんなこと考えるんだけども、この営業仕事ってのは、もう実に気楽なんですね、えー、どうせもう間違ったって誰も聞いちゃいないんですからね、<laughs> もうそんなのがありますから、えー、非常に気楽な気持ちで、その日、も赤坂のホテルに行きましたでその赤坂のホテルでもって、楽器のセッティングをして、一回楽屋に戻りました、えー、着替えてね、タキシードに着替えて。 出てきましたでパーティーが始まったと思ったら向こう側に司会席っていうのがあってねでそのパーティーの司会がなんと小島一景さんだったんですよ。でこれはびっくりしましまね、うんえー、ともかくあの僕のあの憧れのですよ憧れの,あの小島一景さんが僕らの演奏を見ながら。 ね、ででで演奏してるとき、司会しゃべらないですからね、えー、で司会が喋ってるときは、こっちが黙ってるっていうね、演奏しないっていうのがまあ大体パーティーですから、そうすると僕らが演奏してるときは、もう一軒さん暇でしょうがないと、司会だからね、そうするとね、こっち見ながらね、こう指でもって、指鳴らしてこうやってこうスイングしてくれてるんですよ、だから、あっ、一軒さんが聞いてると思ったら、もうね、向こうは僕を知らないですよ、でこっちはもう、僕、もうすごい知ってるわけだから、これはもうね、緊張しましたよ、えー ももう大変なもんですよあ,あ,あのいつもだったらねパーティー演奏の半分で寝ながらでもできるようなのはねあのなんか緊張して間違えたりなんかしてる <laughs> ドラムに怒られたりなんかして、えー、っていうようなことがありましてともかくもう小島一軒さんが見てるって言うんでねもうドキ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 してるでところが向こうはその僕のことなんか知りませんからあー若いバンドが演奏してるなってなもんでね、えー、ニコニコしながらこうやって指を鳴らしてくれてる。 でともかく早く終われ早くくく終終わわれれって思ってて思るんですねもうともかく僕はもう一軒さんと喋りたいんですね。でもしかしたらあのこの後仕事があるかもしれないからパーティーが終わったら速攻で帰っちゃうかもしれない、ねえー、っていうのがあるからねともかくもう早く終わったら終わったらすぐにあ行かないとっていうのがありましてね。 でパーティーが終わって、でも楽屋に戻るわけですけど、でそのバンド楽屋ってのは司会者楽屋って全然違うんですよ。別な部屋なんですよ。で、あのー、でいつもだったらバンド楽屋に戻ってこう着替えていくんだけども、もうそのままね、あの時もうすごかったね、僕もね、もうすぐ帰っちゃうんじゃないかと思うもんだから、もうバンド楽屋なんか行かずに、そのまま司会者楽屋に。またえらいもんだね。よく度胸があったよね、そんな。 と思うんですけど、えー、んでともかく司会者学園にも <coughs> タキシードのまま超レクターしたまま行ったじゃトントンってノックしてたら中で「はーい」っていう声がして「どうぞ」って言うからこうガサッと開けたらちょうどあの一慶さんのタキシード着てますから司会者ですからねたらちょうどねズボンを脱いでると <laughs> 気さくな方でね普通だったら、あのー「ちょっと待って」とか言うじゃないですかもう全然平気だったんでね。 もうズボン脱いでるところで「どうぞ」なんて入って「あすいません」なんて言ったんだけど「あいいのいいの」いいのなんて言ってね、えー、それでもってともかく、えー「バンドです今日はお疲れ様でした」って言ったら「向こうだってびっくりしますよだって別にバンドなんか別に挨拶に来ないでしょ ねえパーティーの主催者が挨拶に来るって言うならいいんだけどうんバンドが来たわけですから「でバンドです」って言ったら「ああそう」なんて言って「お疲れ様なんて言われて「であのいや違うんですそうじゃないんです」って、えー「バンドなんですけど実はもう一慶さんの僕は CM 放送の大ファンで」っていう話をね したそしたら「ああそうありがとう」って言った後にねあの僕はそれを嘘じゃないっていうことを証明するためにねあのど,どういう放送をやってたかとかねあ,あの時に一慶さんがああいうふうに言って僕は泣きましたとかねもうともかく自分のねその記憶にあるうその時の深夜放送の話をねどれぐらいやったかも覚えてないです。ともかく相手が なんかこう言葉をはし挟む隙もないぐらいにうわーってまくしたててそれで,で疲れましてねというわけでみたいな感じでファンなんです。 <laughs> 言ったんですねそしたらあのそれをねもう嫌がることもなくね、えー、ずっとこう何て言うのかなこうねニコニコしながらね「あそうあそう」そうってこう首を縦に振りながら聞いてくれてで、えー、最初に言ってくれたのがね「あの僕のところにファンです」って言ってきてくれるのはもうその時にねもう深夜放送が終わってからもう10年以上経ってんですよ。 立ってるんですけどあの僕のところをね「今でもファンです」って言って訪ねてくれるのはみんな深夜放送をね聞いてくれてたファンの人なんだよねなんていう風に言ってくれてでその時にあのもうともかく色紙なんか持ってないですからねまさかね、えー、ですからあの自分が持ってた譜面のねノートがあったの、うん、ちょうどその BGM 演奏用の。 <laughs> ノートみたいなのを自分で持っててねでそれにね、えー、ちょっとサインしてくださいって言ってそしたらあのもう丁寧にねなんかイラストまで入れてサインをしてくれてそれで、あのー、その時に TBS ラジオという、ね、放送局がありますけど、えー、そこでお昼の番組をね一 k さんやってたんですよでそ,そのやつで,でなんかこう記念品のテレホンカードがあってね、うん えー「お待たせ一景まっぴるま」っていう番組があって、えー、それのねテレホンカードあの多分ハガキ出したらもらえるやつなんですけど、えー、それとね一景、えー、さんの名刺をいただきましてねでこの名刺を出したら TBS ラジオ入れるから一景に呼ばれてきたって言えば入れるから、えー、これを持ってね今度は TBS に、ね、遊びにいらっしゃいまで言っていただいたで、えー、多分その時はねここの番組やってなかった時だと思うんですよまだ、うん、ですからやってたらね 行ったと思うんですよだけどねその時はまだミュージシャンだったんでただのうんラジオにあ憧れるミュージシャンだっただからあのそれができなくてね で,、えー、でそのうちこう自分がもうね番組をこうやるようになってで、えー、そのうち行こうそのうち行こうと思うんだけどあそのうちそのお昼の番組も終わっちゃってねでどこに訪ねて行ったらいいか分かんなくなっちゃってね、うん、でもそれ,それでもねなんかね、えー、なんとか来ねはないかつてはないかっんでう、ね、でもしねなんとかこう機会があったらねこの番組に来てくれたら電話で,でもいいから出てくれたらななんていう風ね思ってたんです。 で、思ってたんですけど、そうこうしているうちに日が過ぎましてね、えー、で,でこういうことになりました。で、えー、なんでこういう話をするかっていうと、あのー、僕はその時のテレホンカードと名刺をですね、いまだに持ってるんですよ、で持っていて。 いまだに僕財布の中に入れてるんですね。で、えー、それも財布も随分ねあのボロボロになると交換するんだけど <laughs> その入,れ入れ替え入れ替えしてねだからもう,あのもうそれこそねもうぐ,ゃぐ,ちゃぐちゃぐちゃになって何ていうの印刷の表面がねなんか白らちゃけちゃってるんだけどあのこれはねもう今でもね肌身離さずね僕お守りとして持ってるんですよ。えー、であのこれだけ持ってねラジオやるときはね必ずねこうなんかちょっと、ね ね、今日は乗らないないいう <laughs> 時があるわけでしょは調子が悪い生放送ですからね調子が悪いなと思うとね、えー、ちょっとこの財布をきっとこう握ってね、えー、今日うまくいきますようにみたいなね、えー、そういうことをしていたという、ねえー、ことでございました。 まあそんなわけで、えー、今日はですね,、あのー、ねこれからやりますよやりますけどね、えー、実は急にそういうことがあってんもうどうしても、ね、この話はね是非、あのー、やっぱり同じラジオをね、あのー、やってで僕に僕をラジオにこう導いてくれた人がね亡、まあ、くなったっていうことなんで、えー、ちょっと締めっぽい話で恐縮だったんですけども、えー、聞いていただいたというようなわけでございましたさあそういうわけでございましてね よくしゃべったね長い <laughs> <laughs> そうびっくりするほど <laughs> もう回答がいっぱい来てるんだ今思いの丈をね <laughs> いやもうねほんとショックだったの、ね、よこれは好きなねラジオパーソナリティーがなくなるとやっぱねそうなっちゃうこれはね,ね本当にね、うん、あのー、僕がラジオをやるっていうののもうなんて手本だからね <laughs> でねこの日あの実は小島一景さんにあの影響された方たくさんいて、うん、例えばあの当時文化放送の吉田照美さんとかこの間高田文雄さんも同じ大学の後輩なんだってそれで,で小島一景さんが先に行ってラジオやってたんで自分も放送の世界に入りたくて入ったって言ってたからね。 いろんな人にね影響を与えてパックンミュージックが影響力すごかったですからね、オールナイトとね、s a y ングでね、深夜放送、深夜放送、も大真っ盛りでしたからね、だからその頃のパーソナリティの方ってねいっぱいいらっしゃるんだけど、まあね、こうやってね、もう皆さん、お年取られてね、どんどんなくなっていってしまうのは残念でございますけど、せめて、せめて、せめて少しでもいいから、その DNA を受け継いで。欲しい やっていきたいなと思ってますんで。